条件内裏が成立する場合、内裏人が内裏権の範囲を超えて行った場合であっても、その内裏行為の効果は本人に帰属する。内裏人が内裏権の範囲を超えて行った内裏行為を無権内裏という。無権内裏は、原則として、本人が追認をしなければ無効であり、本人に効果が帰属しないが、第三者が内裏人の権限があると信ずべき、正当な理由がある。条件内裏が成立する場合であれば、本人が追認をしなくとも、本人に効果が帰属する。被補助人が、補助人の同意を得なければならないとされている場合において、単独でした借り入れ契約は有効であるが、補助人がその契約を取り消すと、その契約の当初まで遡って無効とされる。未成年者以外の制限行為能力者について、公権補佐補助開始の審判が確定したときは、公権登記法に基づき、公権登記等ファイルに所定の事項が記録される。被補佐人が単独でした借り入れ契約は、補佐人の追認をもって確定的に有効となる。成年後見人は、成年非後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。成年後見人が、成年非後見人に代わって、成年非後見人の居住用不動産の売却や賃貸等をする場合、家庭裁判所の許可を得なければならない。成年後見人は、家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てて認められれば、成年非後見人の財産の中から審判で決められた報酬を受け取ることができる。婚姻歴のない未成年者の父母が離婚し、その一方のみが親権者と定められている場合、金融機関は、その法定代理人たる親権者の同意があれば、当該未成年者と契約をすることができる。金融機関が誤って法定代理人の同意なく未成年者と契約を締結し、法定代理人がその契約を取り消した場合において、未成年者のもとに当該融資にかかる減損利益がある場合、未成年者は現に利益を受けている限度においてその返還義務を負う。未成年者は、法定代理人から目的を定めて処分を許された財産については、その目的の範囲内で、自由に処分することができる。債務者の提供する担保の目的物に差し押さえがあったときは、銀行取引悪行所上は、金融機関からの請求により期限の利益を喪失する。期限の利益は、債務者の利益のために民法に定められているものであり、債務者はこれを放棄できる。手形割引の買い戻しや当座貸し越しの即時支払いについては、銀行取引悪行所の期限の利益喪失条項が適用されない。銀行取引悪行所の作成にあたっては、一通あたり4000円の収入印紙を調布する必要がある。銀行取引悪行所は、予診取引に共通する契約条項である期限の利益喪失に関する条項や担保相殺に関する条項などを定めている。銀行取引悪行所は、全国銀行協会連合会などの業界団体が参考例としてひな型を制定したが、現在ひな型は廃止され、各金融機関が独自に作成することとされている。銀行取引悪行所は、民法の定める、定型約款ではないと理解されている。民法改正を議論した衆議院法務委員会での、小川民事局長の国会答弁においても、銀行取引悪行所、これは個別に交渉して修正されることもあり、その意味では、画一的であることが合理的であるとは言い難いので、定型約款には当たらないという風に考えております。と説明されている。分割貸付とは、確定した一定額を数回に分割して貸し出すもので、別段の定めをしていなければ、金融機関は貸付未済額について貸す義務を負う。限度貸付は、あらかじめ貸付累計額の限度を約定しておいて、
その限度の範囲内で、その累計額に達するまで貸し出しを分割して行い、個々の貸付における貸し出しの時期や金額は、その都度決めるものである。極度貸付とは、あらかじめ貸付残高の最高限度、極度額、を定めて、その範囲内で貸し出しと回収を繰り返していく取引を言う。要物契約としての金銭消費貸借契約は、借主が同額の金銭を返還することを訳して貸主から金銭を受け取ることによって効力を生ずる。要物契約としての金銭消費貸借契約は、借主のみが債務を負担する返務契約である。書面によるなくなり的金銭消費貸借契約は、貸主が金銭を引き渡すこと及び借主が同額の金銭を返還することを書面によって合意することで効力を生ずる。金銭消費貸借の利息に関する契約が利息制限法に定める上限利率を超えている場合であっても、当該契約はすべて無効となるわけではない。金銭消費貸借契約は、利息を支払う特約がない限り、無利息である。金銭消費貸借の予約とは、金銭消費貸借契約を締結することを約束する契約であり、予約完結権者である借主が予約完結の意思表示をすることにより、貸主が貸す義務を負う。手形貸付は、貸付先から借り入れ証書を受け入れる代わりに、貸付先を振り出し銀、金融機関を受け取り銀とする短命種型を受け入れて行われる。手形貸付において金融機関が貸付先から手形を受け入れる目的の一つに、原因債権である金銭消費貸借契約上の債務の履行を確保することがある。手形貸付を実行した金融機関は、貸付先に対し、その債務の履行について手形債権、または貸付債権のいずれによっても請求することができる。手形貸付は、貸付先から金融機関に対して融資額と同額の約束手形を振り出し交付してもらい行う。天引き利息は、一旦元本全額を交付した上で前払い利息を徴求するのと実質的には同一であり、元本全額について金銭消費貸借が成立する。手形貸付では、手形訴訟制度に基づき、手形のみを証拠として債務名義を取得することができる。手形貸付を実行した金融機関は、現金または小切手で免債を受けるのが原則であるが、受け入れた手形をもって貸付先の当座勘定から直接引き落とすこともできる。手形貸付においては、手形債権が履行により消滅しても貸付債権は消滅しないが、貸付債権が履行により消滅した場合は、手形債権は支払いを受けられなくなる割引する手形の振り出し日及び受け取り銀欄が白字の場合、その部分を補充しなければ、金融機関が割引依頼人に対する手形上の訴求権を行使することはできない。手形割引における買い戻し請求権は、金融機関と割引依頼人との間の特約に基づく手形外の権利である。融通手形を割引した場合、振り出し銀が融通手形の公弁をもって割引金融機関からの手形金請求を拒絶することは、原則として認められない。手形割引の法的性質は、手形の売買である。交換対象手形のイメージデータ、以下、証券イメージ、という、は、原則として交換日の全営業日までに登録する必要がある。登録された手形の証券イメージが不鮮明であった場合、持ち帰り銀行は、当該手形の持ち出し銀行に対して、手形要件等が確認可能な証券イメージを提供するよう求めることができる。持ち出し銀行が所定の期日までに手形の証券イメージを登録し、当該手形の決済期日において電子交換所システムに障害が発生した場合、持ち帰り銀行が証券イメージを確認できなくとも、当該手形の訴求権は保全される。